とロビンの比較、思考力の違いと解決策の提案。こんにちは。専門ライターです。以下は長文の YouTube 動画の文章です。読者にコメントを引き出すために、コメント数が多くなりそうなタイトルと文章になるように心がけました。情報提供の価値と解決策の提案も含まれていますので、ぜひご参考にしてください。ルフィとロビンの比較、思考力の違いと解決策の提案。本日は人気アニメ、ワンピースのキャラクター。ルフィとロビンの思考力について比較してみたいと思います。彼らはそれぞれ異なる思考スタイルを持ち、興味深い対比を見せています。さらに、思考力の違いに基づいて、解決策の提案も行っていきます。まず、ルフィは行動力に富んだキャラクターです。彼は直感的に行動し、困難な状況でも前向きな姿勢を持ちます。彼の思考は自由奔放であり、常に冒険と仲間を大切にすることを重視しています。ルフィの行動力は、視聴者に勇気と活力を与え、多くのコメントを引き出すことが期待できます。一方、ロビンは知識と洞察力に秀でたキャラクターです。彼女は冷静かつ分析的な思考を持ち、情報を集めることに長けています。彼女の思考は論理的であり、深い洞察を持つことから、視聴者に知識や考えさせられるコメントを引き出すことができます。このように、ルフィとロビンの思考力には明確な違いがあります。では、彼らの思考力の違いに基づいて、解決策を提案してみましょう。1、コメントを引き出すための提案。ルフィの場合、あなたがルフィなら、この状況でどのように行動しますか？と質問することで、視聴者に自身の行動力を考えさせ、コメントを引き出すことができます。ロビンの場合、あなたがロビンなら、この情報をどのように分析しますか？と質問することで、視聴者に自身の知識や洞察力を考えさせ、コメントを引き出すことができます。2. 解決策の提案。ルフィの場合、困難な状況に直面したとき、ルフィのように前向きな姿勢を持つことで、自身の行動力を高めることができます。とアドバイスすることで、視聴者に解決策を提案します。ロビンの場合、情報を集めることで、ロビンのような洞察力を養い、問題解決に役立てることができます。とアドバイスすることで、視聴者に解決策を提案します。以上が、ルフィとロビンの比較に基づいたタイトルと文章です。読みやすく改行し、同じ語尾を繰り返さないように心がけました。ぜひ、この文章を参考にして、コメント数が多くなりそうな YouTube 動画を作成してみてください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。